はい、というわけでホットラインマイアミ2の続きの方やっていきましょう。いやー、このゲームね、本当に音楽がいい、音楽が素晴らしい、和む。いやー、サントラとか売ってないかな。サントラ欲しいんだよね、これ出てたら。じゃあコンティニュー行きましょう。続き、前回はなんか刑事の友達みたいなやつか、これ最初のところに第1章、多分第2章のここかな。これなんかさ、映画みたいに選べるとこいいよね。シーン6、シーン5。いいね、なんか今回の映画っぽさ。イベント、あー、ちゃんと VHS みたいになってるね。イベントはスキップしない。聞いてないからね。12月2日。あと4日で俺の誕生日やん。なあ、今夜はスペシャルな場所へお出かけなんだろう。ああ、ダチのジャックの情報によると、ノースウェスト184万通り。ガチャマンですね。1号だけど頭に2って書いてある。ビル全体がジャンキーとクズどものたまり場になっているらしい。ここみたいな感じだな。黙っているマーク、プーだよ。とにかくその妹がクズどもとつるんでいて、何週間も家に帰っていない。その妹を連れ戻し、クズどもを調教してくれとさ。お前のダチのために家庭訪問ってか。やることはいつもと大して変わらないだろ。この前も誰も文句言わなかったよな。街中を走り回ってクズどもを探すのは危険だ。すぐにパクられて刑務所行きだぜ。だがヒーローを気取るために俺はここにいるんじゃない。気に入らねえ、俺はただ暴れたいだけなんだ。だったらどうするんだ。ここで一晩中仲良く夢でも語り合うか。ここでグダグダしてんのはマジで勘弁。さっさと行こうよ。わかった、俺も行く。だがその女に何があっても俺には一切関係ないからな。という感じですね。これまた誰してんだ、これシマウマしてんじゃないか、頭のマスク的に。え、車に乗るのか、これか、例の車、これ乗っていくんだ。オッケー。話の内容がいまいちつかめないけど家庭訪問ですね。お宅のお坊ちゃんは殺人パン、ローリングドッジ使えないんだよね。どっち、武器は使えないのも痛いんだよな。殺人パンチあればなんか入れ替えていけそうだけど。じゃあちょっと使ってみるか、殺人パンチ。タイガー、タイガー、タイガー、アッパカッ、タイガー、タイガー、タイガー。つえ、殺人パンチ。殺人パンチ意外に強いんじゃないか。タイガー、おー、強えぞ。世界を制した右、よし、裏取りや、殺してやるよ。武器など不要。あ、銃構えてる。やばいじゃん。あたた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 、うわ、後ろに渡り判定。背中で殺す。俺ぐらいモーさんになると背中で殺す。さあ出ておいで、坊やたち、ねんねの時間だよ。さあ坊やたち、私がこの右腕で眠らせてあげるよ。奏でるはレクイエム、振るうは拳。さあ泣き叫べ。まずはパンチからの、さあここむずいな。単純に武器が欲しいぜ。おら殺人パンチだよ。武器など不要。ドルポーン、ポンポンポーン。あとは貴様だ。いや、銃持ってるやつがいるんだよな。でもその前に殺し屋どってことねえよな。なあ、あー、ファイヤーファイヤーファイヤー。足りねえな、こんなもんじゃ足りねえよ。なあ、お前もそう思うだろ。ここには一人だから、ナイフごと聞こわかないねえ。これマジで拾えないわ、マジで拾えないわ。非武装ですね。自分の拳が一番強いと信じる半馬裕次郎タイプと見た。さて、あとは何人だ。こっち入って一回下の様子見回してえな。こっちから抜けて一回トイレでタッチションして、あのゲームの主人公とかってトイレってどうしてるんだろうなみたいな、誰もが一度は考える疑問。さあそこに待ってるな。うわ、銃持ったやつがいるけど、うわー、殺さ、
さあ始めようか坊やたち。俺が家庭教師になってやるよ。まずな殺しつのはよ、こうやるんだよ。おめえら、ああかかってくるがいい。銃なんか持ってたところで無駄なんだよ、この俺にはよ。さあ下に銃持ったやつがいる可能性があるから、まずはここだな。おいおいおい、どこ歩いてんだ、お散歩か、お散歩か。こんなとこ歩いてんじゃねえぞ、えげえ。あと銃持ったやつが2人いんだよな。とりあえずこっちに1人来てほしい。じゃなきゃゲームオーバー。あいつどっちかこっち来てくんねえかな。来ないのなら俺から行く。うおー、ぶねっ。げえ、さあ泣き叫べ、今宵この場所に神はいない。あいつタバコ吸ってんな、のんきに。のんきにタバコなんか吸いやがってよ。あの銃のやつをなんとかしたい。やーはーやーはー。あとは上からか。あと2人ぐらい徘徊してるんだよな、そこに。オッケー。さてどっちから行くか。いやー、めんどくせえな、めんどくせえ配置だな、てめえら。出てこいよ、おらこい。一人が来たら一気に行くぞ。時はして、あーごめんごめんなさい、突入し損ねたんごい。はいはい、キャート一人ドアでプー、シャーフローくれや。次何階建てだ、多分次で最後と思うんだけどな。さて行かせてもらおうか、我が拳の味思い知るがいいさ。まだてめえだな。おい来いよ、帰りうちだよ。ほらさあ、ここはドア入れねえのか。ここどうすんだい。オッケー、行ってくそ、後ろに見る。オッケー、流れるような作業で行け。ポンポンポッポンダメだ、ポンポンポコポン、のんのん日和かーい。行ってくねえ、行ってくそ、こどうすんだこれ。いや、ここなんか知らないと、ちょいちょいタイミングを制せ、世界を制した。右、あちゃあちゃあ、痛い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 。サムラーかな。よし、ここから隣の部屋に移れる。つまりそういうことなんだよ。でもここ人が多いな、人多すぎやしませんかね。武装解除オッケーオッケー、捨てる。犬はパンチで殺せんのか。ワンワンを、ワンワンを、普通犬は拳じゃ殺せねえんだけど、虎の場合はなんか拳でいけるみてえだな。あー怖い、おめえ何のんきに吸ってんだ、痛えな。やばい、これパンチ縛りむずいかもしれない。お邪魔しょ、チラッチラ見せ、チラ見せの奇跡、チラ見せの奇跡、うまし、うまし、チラ見せの奇跡。お前ここで死ね、全員ここで死ね。おいおいおい来いよ、そんな銃なんか捨ててかかってこいよ。ほらビビってんな、犬がな、どっかに犬。あとあいつを、あもう怖い、あいつが背後を向いてる。あ、犬だ、犬は先に殺せ。ピュー、わあ、おんぎゃー、おんぎゃー、おんぎゃー、お母さんオッケー、ウルトラベイビー、平成のウルトラベイビー、愛の戦士さん来ちゃったな。平成のウルトラベイビー、愛の戦士さん爆弾、平成のウルトラベイビー、愛の戦士さん誕生だ。あ、これ CD 化しませんか、この曲。あー危ないよー、おやおや、しほいのー、しほいのー、流血しほいのー、ばっかりー、いらっしゃい、えからのー、チラ見せタイガー、こんにちは、こんにちは、私はここだ、私はここだ、私はここだよー、あっぶねー、あっぶねえ、危なすぎんだよな。なあ犬、死んでくれよ。ピー
いや、ここがきついんだよな。もう絶対死にたくねえ。こいつまず一回気絶させて、ピューンばかり。ピューン。チラ見せ。チラ見せ効果で呼ぶ。チラ見せ効果で呼ぶ。チラ見せ効果でいらっしゃい。あー、あー、ナイス、ナイスドア。イケメンかよ、ドア。俺が無防備の時に、こいつはいつでも助けてくれた。なあ、犬。てめえもそう思うだろ。チラ見せ愛の戦士。いや、マジ何も拾えないな。チラ見せ愛の戦士さん、危ない。あ、チラ見せボーイ。いらっしゃい。わ、ドアが荒ぶってる。すげえドアの連打。いやはや、いやはや、あと下か。あと犬もいいんだよな。あ、なんかバット持ったやつがいいな。バット来い、バット来い、バット来い。あー、すごいのドアでプルプル、すごいの。ここからだな。あいつは銃は持ってねえ。だがどうする。あっちは犬と、多分近接、やろう。ここで呼ぶか。よし、殺し屋部だよ。さあ始めようか。俺たちの戦いってやつをな。次は貴様だ。バット持ってんな。バット、守護犬、守護犬、犬が来ている。犬が来ているの。来ちゃっているよ。あと1体の位置を把握しよう。あと1体、2体いるじゃん。2体、いや、しかもぐる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 回ってんだよ。銃持ってるやつが怖えんだよな。ひたすらに怖い。ちょっと怖い。あそこの扉入れなかったら終わりだしな。あそこの部屋入れんのかな。あ、怖い。ああ。あ、入れない、入れない。やばめ。あー、怖すぎる。怖すぎるよ、怖すぎるよ。あっ、あっ、あいつがここに見えた瞬間、俺はやりに行く。いやー、もう二度と。女を捕まえろ。どこだよ。俺は女、子供を一人残さねえ。調教するって夢だんだよ。女はどこだ、てめえかよ。来ないで。落ち着け。迎えに来ただけだ。お前の兄貴に頼まれてる。危害を加えるつもりはない。お、鬼貴が私の友達を全員殺すなんて。いいか、そのに車を渡してやる。銃を捨てて帰ろう。兄貴のところに届ける。あんたバカじゃないの。ついていくわけないじゃない。私の友達を全員ぶっ殺したのよ。私はどこにも行かない。もうほっといてよ。出ないと。そうか、なら好きにいるすればいい。帰ろう。あ、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 怖い。やだ、この子。やだ、車に乗る。いや、ここで死なないよ。ああ、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 最悪、最悪だよ、最悪だよ、てめえ、マジで。ふざけんなよ、もう、マジで。貴様が。オッケー、あんな野郎。10分くらいかかったからな、またこれも倒すのに。素手がどんだけ辛いと思ってんだよ。さよなら。もう撃つなよ、絶対撃つなよ。怖いんだけど、マジで。ここ絶対撃つなよ。絶対撃つなよ。死ねえもん、マジで。お前マジでよ。おめえ、ふざけんなよ、マジで。いやー、もう、絶対これ評価最悪だよ。2回目のが時間かかったよ、下手したら。いやー、もう最悪。評価多分最悪だよ、これ。あ、それでも D 行かないんだ。何これ。わー、ガッチャマン1号だ、しかも。1号だ !2 じゃない数字が。1号の方だ。終わりそうか、こんなところに長居をしている場合じゃないぞ。警察が来て、こんな姿を見られたら。ぐちぐち言ったところで、もうどうにもならない。それに数週間前にメンテしてしとけって言っといただろ。ああ、なんで俺がやらなきゃならない。俺の車じゃないぞ。黙ってやっとけよ。他のメンバーは忙しい。お前だけが一日中暇人なんだよ。誰がニートじゃ。盗難車解体屋のアンディに頼め。奴には貸しがある。わかった。まずは走るようにしておいてくれ。そしたら明日やっておく。よし、これでいいはずだ。
エンジンをかけてさっさとここから離れるぞ。やばい、これなんか、あ、そっちか。オッケー、一応大丈夫だった。なんかカーチェイスみたいになるかと思った。さすがにね。フロリダ・マイアミ11月21日、時が戻ってるね。なんだこの、え、私は何、私はボディーガード。これ敵じゃん、敵サイドじゃん。わっ、ワンのボスじゃねえのこれ。なんかワンのボスっぽいけど髪型違うか。どうした、浮かない面しやがって。そのボスついにハゲちゃったんすよねつって。言いたいことがあるならさっさと言え。そのここで随分長い間働かせてもらってます。ボスもいろいろと面倒見てもらって感謝しています。なんだ突然、さっさと要点を話せ。はい、抜けたいんです。毛根のように抜け去ったんです。俺も年です。昔と比べは随分ヤワになってきました。ヤワ、ヤワってなんだ。人を撃ち殺したり命を懸けて戦ったり、自分にはこれ以上無理だと感じています。夢を見るんです。夢だと、抜けたいならそうしろ。ただしてめえの命もその体から抜かしてやるけどなつって。だがその前に片付けてほしい山がある。やってくれるよな。一体どんな。簡単だ。ダウンタウンに盗難車解体屋がある。ノースウエスト、さっき話したとこじゃん。ノースウエスト32番大通りだ。最近そいつらがコロンビア人と組んでショバ代を渋るようになった。そいつらはただのチンピラどもだ。お前なら簡単に肩がつかずだ。それが済んだら抜けても、もちろんだ、気が変わったらいつでも戻ってこい。選別に新しい物のサンプルをやろう。お前が選んだ平凡な人生には刺激が必要だらしい。出てないだらしいな。おこちゃん、やったぜ、やったぜ。オッケー、お前ら、俺はこの組織を抜けるんだ。お前はここで一生棒に振る。だが俺は抜けてやるんだ、こんな組織をな。俺の車はこれじゃないのか。これが、こっち、俺の車はこっちじゃないのか。なぜこっちのドアが開くんだ。俺の車はこっちだった。くそがー、やってやろうじゃないの、やってやろうじゃない。